こんにちは、授業準備 TV の梅子です。忙しい先生方の事務作業の時短ができる Google スプレッドシート。スプレッドシートを活用することで先生の仕事をさらに効率化することができます。 Excel は使っているけれど、スプレッドシートではどう効率化できるのかイメージが湧かない。スプレッドシートを使った活用アイデアを取り入れて、さらに仕事を効率化したいという先生方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで本日もプログラミング能力検定協会の飯坂さんにお越しいただき、公務ですぐに使えるスプレッドシートの基本的な便利機能時短術を紹介していただきます。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。またプログラミング能力検定の YouTube チャンネルでは、授業作りにも役立つプログラミングの知識が学べる動画を投稿しておりますので、ぜひ概要欄よりプロ研のチャンネルもご覧ください。Google スプレッドシートはオンライン上で使える Excel のようなものです。 Excel との大きな違いは、何人でも共有ができ、同時編集同時作業ができること。また変更したい内容が常に自動保存されるので、保存しないでファイルを閉じてしまったり、どれが最新のファイルかわからなくなることがなくなります。今日はスプレッドシートの基本機能の中から時短術をご紹介します。まずはスプレッドシートを使う準備をご紹介します。ブラウザを開き、ログインします。 Google のアカウントを持っていない方はアカウントを作成してください。ログインができたら、右上に点々が集まった四角がありますのでクリックします。緑のアイコンのスプレッドシートをクリックすると、次のような画面が開きます。左の空白のスプレッドシートをクリックして、新しいシートを作りましょう。画面左上のタイトルから適当な名前を付けます。元のデータを Excel で持っている場合は、 Excel のデータをコピー&ペーストします。はい、選んだ状態で右クリックコピーを選択するか、 Ctrl-C を押してコピーしましょう。コピーできたらスプレッドシートに貼り付けます。貼り付けたいところで右クリックを押し、特殊貼り付け、値のみ貼り付けをするか、コントロールシフト V で貼り付けます。はい、できました。はい、今回は班ごとの調べ学習の内容を見やすくしてみましょう。さて、この状態で共有をかけてみましょう。画面右上の共有ボタンを押します。このような画面になりますので、共有したい相手のメールアドレスを入力します。編集者はシートの内容を編集できる権限、閲覧者かっこコメント家は内容は編集不可ですが、気づいたところにコメントをつけられる権限、閲覧者はシートの内容を閲覧のみできる権限です。状況に応じて使い分けを行ってください。これだけでも先生方がそれぞれの端末で同じシートを見ながら話し合いをしたり作業ができる便利な機能ですよね。例えばクラスの子どもたちとも共有しながら、それぞれのテーマを入力してもらうっていうのもいいですね。まあ、そうですね、子どもたちの共有もできるのことになります。はい、また一般的なアクセスというところから公開範囲を変えることができますが、機密性が高い情報の場合には制限付きのままにしておきましょう。続いて、さらにシートを見やすくするためのテクニックです。じゃあシートに戻ってもらって、はい、今クラスと班が同じセルに入っていて、ちょっと扱いづらくなっていますよね。はい、ちょっとこれを分けるというのをやってみたいと思います。はい、上に列番号 ABC があるので、 B のところをクリックして、そのまま C まで選択してください。はい、で右クリックをして、左に2列挿入、そうすると新しい列ができましたね。はい、はい、続いて分割したい元の範囲を選択します。2行目から11行目まで、画面上のデータ、下の方のテキストを列に分割をしてください。はい、何を区切り文字にするかという指定ができますので、そこを押してカスタムというところで年と打ってください。そうすると年を区切りにして前と後ろに分かれたと思います。はい、勝手に後ろの値が B の列に入ったと思います。はい、で同じように B のデータを選択して、でデータ下の方の列を分割で、今度は組を区切り文字にしてみましょう。こうすると、きれいにデータがこう分かれますね。あとは上の方の列の名前を変更することで、きれいになると思います。はい、この手順を参考に、右側の強化、テーマ、内容というところもそれぞれ中黒でしたりコロンを区切り文字として分けることができますので、同じようにやってみてください。はい、いかがでしたか。本日は Google スプレッドシートを公務で活用する方法についてご紹介しました。他にもスプレッドシートやプログラミングにまつわる質問や疑問がございましたら、コメントお待ちしております。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。プログラミング教育に興味を持っていただいた方は、ぜひ概要欄からプロ研のチャンネルもご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。